マーラは、ノンホイパークで飼育されていたメスのアジアゾウである。マーラの誕生は、日本におけるアジアゾウ繁殖成功例の4例目である。2013年1月、1歳4ヶ月で両前足の骨折が判明する。その後、懸命の治療が行われ、しかし、ほとんど寝たままの状態で過ごさざるを得なかったために、 筋力が衰え立てなくなり、その筋力を回復させるリハビリが行われた。この治療が成功すれば、日本初の例となるとされていたが、2017年8月13日午前11時頃、6歳の誕生日を目前にして死亡した。運動場のマーラ赤ちゃん像は、2011年9月17日に、ダーナとアーシャーとの間に生まれた。母像の妊娠期間は、 約635日で、お産は16日の夜に始まり、日付が変わって17日午前0時半頃に無事、出産した。体重90キロ、背の高さ90センチであった。母像の年齢は34歳、これが、初出産であった。母親アーシャは出産直後に混乱し、赤ちゃん像を攻撃したため、赤ちゃん像を母親と引き離し、人工保育に切り替えることになった。 これによりマーラは免疫成分を含む母像の母乳が飲めない状況となったため、動物園は同じく免疫成分のある牛の所乳を代わりに与えた。誕生後のマーラの健康状態は良好で、1日1キロ体重が増えていった。また、後に母像とは作腰に対面したり、餌の食べ方を教えられている。また、2012年6月15日、 母ゾン・アーシャーは、アジアゾウは、出産が難しいとされる中、小ゾウ・マーラを出産したことにより、日本動物愛護協会から、日本動物大賞の功労動物賞を贈られた。2011年11月23日、赤ちゃんゾウの名は、中日インド大使が考えた10の候補から、一般投票での得票が多かった、マーラと決まり、そして、この日より、マーラの一般公開もなされた。 この初めての一般公開は3000人ほどが増者を取り囲んだ。また、2012年1月13日からは冬場の運動を兼ねて10分間ほど歩行訓練を公開している。2012年4月22日の報道では、マーラは離乳食のバナナや増用のミルクを飲み、体重は誕生時の90.5キロから4倍弱の345キロに育っている。 この頃のマーラは1日2時間程度野外で公開されていた。また、9月17日のマーラ1歳の誕生日にも体重が公表され、誕生時の5倍以上の474キロに成長した。さらに、11月27日には体重519.5キロに成長した。動物園は赤ちゃん像のマーラがメディアで話題となり、2012年9月以降の 入場者数の増加につながったと推測されている。2012年4月19日には、豊橋鉄道市内線の路面電車が、小僧を意識したデザインに変わった。この車両は、既存の、ノンホイパーク号を改装して、車体正面に、マーラの顔を描き、乗車ドア付近に、親小僧の写真をプリントしたもので、車内には、マーラの写真やビデオ放映のモニターまで設置された。 マーラは一歳になったばかりの2012年9月30日に、話し飼い場でつまずいて、右前足を痛め、しばらく、右前足を引きずる様子を見せた。この怪我は数日で治ったが、今度は、右前足をかばっていた左前足を痛めてしまった。そのため、10月13日から、一般公開を中止した。12月になると、再び、右前足で不自然な動きが見られるようになった。 そして、翌2013年1月5日から13日の間は、マーラは痛みのため横になろうとせず、立ったまま眠らない状態となった。このため1月28日にレントゲン検査をしたところ、両前足が内側に向けて骨折しているのが見つかった。この骨折は速やかにギップスをつけて治療された。しかし以来のマーラは寝たきりの生活を送ることになった。そして、 骨折がほぼ治った3月末から、マーラはお腹に巻いた帯で天井から吊り上げた状態で、獅子を床につけ、立っている状態を保つという、リハビリ訓練を受け始めた。4月5日には、リハビリ中のマーラの画像が公開され、立つ訓練において20分ほど立っていられるようになったと公表された。2017年8月13日午前10時より、プールでの歩行訓練を始めた後、 10時50分頃、突然動かなくなり、同午前11時頃死亡が確認された。数日前より下痢の症状が見られたが、食欲はあったという。死因は、超年点と見られる。2013年5月14日から16日、国立造研究所、造病院院長のシティデット・マハサワンクルと、チェンマイ大学獣医学部講師のチャレアムチャットソムギルドの、両獣医が招かれ、 三日の間、マーラを観察した。この際、両獣医は、右前足の骨折回復状況の確認、及び、飼育環境やリハビリの進展具合をチェックした。アジアゾウの飼育は、対応国で盛んに行われているためである。三日目の16日に、両獣医は、記者会見を行った。両獣医は、動物園の初期対応が早く、また、 マーラが若く回復力が高いこともあって、治療は大変よくやっていると評価した。その上で、病院長のシティリットは、私の経験上、母乳で育てられなかった場合、小僧の約9割に骨折が起きると述べ、骨折原因として、栄養不足でマーラの骨が脆かった可能性が高いことと、母像の育児放棄が最大の原因であることを指摘した。そして、 マーラの右前足の骨折は、わずかな変形があるものの、癒着の途上で、下骨が骨折部を覆い、骨がくっついた状態であり、すでに固定具は除去できたことについて、両獣医は、うまくいけば、骨折部は変形せずに原型通りに治る、可能性もある。まずはしっかりリハビリに励んでほしいと述べた。また、マーラは、食欲もあり、歩きたがっていることから、 早い段階でプールを使って歩く訓練に着手すべきだとした。さらに、完全治癒や再発防止を視野に単一のリハビリを繰り返すだけでなく、サプリメントでビタミン D を補うことや、幹部周辺にマッサージを施すこと、日光不足の解消に人工的な紫外線症者を与えるなど、各種の両方を組み合わせることが必要との見解を示した。また、 カルシウム代謝などの数値管理も行うよう求めた。今後マーラが自力で立って生活できる可能性について、両獣医は個体差があり、現段階では何とも言えないと説明した。また、もしマーラがスムーズな自力歩行が困難になった場合を、念頭に、タイでは体に補助者をつけて飼育している例もあると答えた。他に、動物園が検討しているダーナとアーシャーの第二、 死妊娠については、タイでは、出産に合わせて鎮静剤を打って、死種をチェーンで固定して、赤ちゃん像に母乳を与えさせ、成功した事例もあるとも述べた。これらの助言を受けて、動物園側は、5月20日に、マーラを現在の寝室から、さらに広々としたダーナの寝室に移し、6月上旬からプールを使ったリハビリを行うと予定を、述べている。 マーラは骨折の治療のため長い期間、寝たままの生活を続けざるを得ず、その結果、骨と筋力が骨折前よりも弱くなってしまい、自力では立てなくなっていた。そこで2013年3月から腹帯で釣り上げて立つリハビリを開始したが、さらに本格的なリハビリとして、7月からカニプールを使った水中運動療法と、 電気マッサージの刺激による筋肉強化も始まった。他、晴天時は太陽光を浴び、曇りの日は太陽光装置による照射を実施した。水中リハビリが始まった当初は足元を濡らす程度の水で10分間ほど行い、約5分ほどしか立てなかったが、8月には体の半分が浸かる深さ約1.2メートルの水の中で20分間、 9月現在では40分間ほどの水遊びができるまで回復した。その際に、マーラは水の中ではしゃぐこともあったり、プールの後のマーラは寝たまま足を動かすこともあった。しかし8月現在、1日の大半の23時間ほどは寝たままの状態であり、骨と筋力が弱くなって、再骨折のリスクが高まるなど、以前の状態に戻るめどは立っていない。 2013年1月1日の体重は543キロであったが8月17日は429キロ9月に公表された体重は440キロである餌はミルク以外にも離乳食としてリンゴやバナナなどの果物や野菜のほか、青草やさつまいもで作った団子などを与えて離乳も行われているありがとうございます